yoshi hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world today's story is about another rock calendar in usutu abankanski near mount shorya russia physical measurement laboratory website write as follows the celestial bodies, the sun, moon, planets, and stars have provided us a reference for measuring the passage of time throughout our existence. Ancient civilizations relied upon the apparent motion of these bodies through the sky to determine seasons, months, and years. We know little about the details of timekeeping in prehistoric eras. But wherever we turn up records and artifacts, we usually discover that in every culture, some people were preoccupied with measuring and recording the passage of time. I Hiroshi Hayashi, would like to point out the fact that rock calendars must have been there. Some of them, about which have paid little attention or not at all to rock calendars. Here in this uh, video. I show you another story about rock calendars now found in ウストゥアバ k a n s k ー near Mount Shorya, now in Russia.、A、rock alignments in s ウスト a ア a k a n s k i is just one of them. 古代の人たちにとって何よりも重要だったことは時を知ることでした。今日はどんな日なのかと、つまり今風に言えば 今は何年何月何日なのかそして今はどんな季節なのかと。そうです。その根底にあったのは季節ということになります。その時になれば森の木々が芽を吹き花が咲く。その時になれば暖かい風が吹き小鳥たちが軽やかに歌い出す。がその一方でその時になれば雨が降り雪が降る。冷たい風が吹く時もあるし嵐になる時もある。 すべてがその時に始まり、その時に終わりました。で、古代の人たちは、そうした移り変わりから一年という概念を導き出したものと思われます。と考えるのは、ごく自然なことです。古代の人たちといっても、その流れを汲む私たち自身のことだからです。私たち自身の中にその記録が刻み込まれているからです。 現在の私だって、私たちだって、一日単位、一ヶ月単位、一季節単位、そして一年単位で生活しています。が、その時がわからなくなってしまったら、現在の私たちは大混乱に陥るに違いありません。同じように古代の人たちもです。だから古代の人たちは懸命にその時を知ろうとしました。今はいつなのかと、まず太陽を見た、次に月を見た、やがて星々を見た。 こうして、暦を知ったわけですが、それだけでは不十分でした。例えば、UK のエイブベリーにも岩が並んでいます。一番外枠は、12、12、13。12、12、13の月の数が並んでいます。12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月を繰り返すという意味です。で、その円の中に別の円があり、そこには29.5個の岩が並んでいます。1ヶ月は29.5日という意味です。 が、それでも27年目ごとにちょうど1ヶ月のズレが生じていきます。だから同じく円の中に27個の岩が円となって並んでいます。そして毎日その岩のそばにトークン、つまり目印の石を置くことで日、月、年を正確に知ろうとしました。もちろん季節も知ることができます。つまりロックカレンダーです。同じコンセプトで作られているのが日本の銅鐸です。 それについての動画はこの後に繋げておきますからどうかご覧になってください。が、それだけではありません。フランスのカルナック列石も同じコンセプトで作られたロックカレンダーと考えられます。エイブベリーで見つかったのと同じトークンがカルナックでも見つかっています。エイブベリーでもカルナックでもそのトークンのことをオノ、オノ、オノと言っています。オノなんかじゃないです。トークンです。 さらに、ラオスのジャール平原の列席、さらに南米ペルーのモレーもそうです。これらもカレンダーだったと断言できます。さらに言えば、ストーンヘンジの周辺には丸い穴が掘られていたこともわかっています。その穴もカレンダーでした。そのことも続くビデオの中で説明します。また、さらにさらに言えば、日本の前方後円墳、さらにはハニワもそういう役目を果たしていました。カレンダーだったのです。 で、以上はすべて私、林博士が発見したことです。詳しくはこの動画の中で説明しますが、もしお疑いなら、エイブベリー、ジャール、モレーからナスカに線を引いてみてください。この3箇所は一つのプラットフォームに集まります。同じエイリアンが絡んだカレンダーということになります。宇宙から地球を見ることができた人、すなわちエイリアンということになります。が、今日、今日、 その,その、今日ですね、そのカレンダーにもう一つ新しいカレンダーが加わりました。ロシアの写すアバンカスキーのロックカレンダーです。この情報は山川幸男さんという方からいただきました。シュリア山にある列席もカレンダーではないかと。で、調べてみましたが、答えはすぐ出ました。私、林博史のナスカ理論を応用しました。つまり、 うつすアバンカンスキーからナスカに線を引いてみました。ビンゴーです。そのうつすアバンカンスキーからの直線と、先に挙げたエイブウィリ、ラオスのジャール平原からの直線が、そしてモレーからの直線が、みんな一箇所に集まったのです。もちろん、いいですか繰り返します。ペルーのモレーからの直線とも重なったのです。 ウスツアス・アバンカンスキー、エイブベリー、ジャール、そしてモレーの4カ所からの直線が1カ所に集まったのです。ビンゴーです。偶然ではあれない確率で一致したのです。つまり、ウスツ・アバンカンスキーの列席が何らかの形でロックカレンダーとして機能していたことはもう疑いようのないことです。あるいは、エイブベリー、フランスのカルナク、ラウスのジャールと同じコンセプトで作られたロックカレンダー。 カレンダーであった。まさにビンゴーです。この動画の中で、その映すアバンカンスキーとエイブベリューを比較してみました。岩の大きさや並び方など、で、それがどうよく似てるかは、皆さん自身の目でご確認ください。いいですか、皆さん。古代に人たちの心になって、もう一度この世界を、この宇宙を見直してみてください。その心になれば、答えはおのずと出てくるはずです。 つまり、暦です。標準時です。古代の人たちにとって何よりも重要だったことは時を知ることだったのです。今日はどんな日なのかと。つまり、今風に言えば今は何年何月何日なのかと。そして今はどんな季節なのかと。その時を知ることが重要だったのです。そのためのカレンダーであったということになります。 では、画面を見ながら説明します。まあ、これがあの、エブベリーですね。岩が並んでいるところに注意してください。まあ、それについては後でもう一回説明します。で、リア、ロシアのショリア、ウスツ・アバンカンスキーですかね。なんてうんですかね。まあ、の、まあ、ロックカレンダーに皆さんを案内いたします。ここにあるわけですね。ちょうどエブベリーと、 軽度差でですね、90.0っていうのも気になります。なあち、地球の4分の1周分ですね。それから、緯度は、の、一度違いますが、まあ、ほとんど同じだということですね。これが、ウスツアバカンスキー、あるいは、ウスツアバンカンスキー、という、まあ、呼ばれている、えー、ところです。で、ここに、その、ロックカレンダーがあります。で、この、岩の特徴はですね、やはり大きいということですね。UK のエイブベリーに勝るとも劣らないほど大きな岩だということ。 いうことですえ。ところどころにですね、人間の姿がこれから出てきますから、ちょっと注意してみてくださいね。で、これをですね、山川幸雄さんが教えてくださいました。私は、この山川幸雄さんにですね、この、まあ、情報をいただくまでは、この薄粒アバンカンスキーに、こうした遺跡が残っているということを知りませんでしたで。対角線上で100メートル前後ですね。まあ、緯度経度はここに示しておきますから、皆さん自身でご確認ください。 で、ところどころに小さくこう人が映ってるんですけどもね。あの、岩がいかに大きいかということがわかりますし。岩と岩の間にまたの小さな岩が並んでいるということですね。ここに人が中央にいますね。大きいですね。ですからまあ、こうした巨大な岩がですね、こっちを主に人がいます。まあ、こういうふうに並んでいるということなんです。そして間に大きい石と石の間には小さな石が3、4個ずつ。まあ、ちょうど4個ずつですかね。 並んでいるということですね。これは日本のまあ古墳前方、後円墳に並べられた播磨の並べ,並べ方とまあ大変よく似てるということですね。あるいは同じと言ってもいいかもしれません。で、これが山川幸雄さんがですね。集めてくださいました。写真です。で、山川幸雄さんがおっしゃるにはですね。修理屋、山下周辺にまあこうした。まあ遺跡を見つけた。これはですね。私が説いているロックカレンダー説の一部ではないかと。そのようにおっしゃってくださったものですから。調べてみました。けどもまあ、答えはですね。本当に簡単に見つかったんです。で ですよこれはまさしくロックカレンダーです。で,では、検証しています。もう,もう一つのショリアに戻っていますね。で、これをショリア。そして、まあ、エイブベリーまでがですね、5800キロあるんですね。まあ、これほど離れた距離のところなのにですね、あのー、まあ、同じようなものがあるということです。写真を見比べています。上がウスツ・アバンカンスキー、あるいはウスツ・アバカンスキーですね。下。で、下がエイブベリーです。人間の大きさを見比べてみてください。大きいでしょあのー、いわゆるまあ、 小さな石ころという感じはもちろんないですよね。岩です。まあ、こうした、まあ、巨石がですね、この大平原のですね、高こ校こバクバクとしたその平原の中に、まあ、このように置かれているということですね。そしてそのコンセプトと言いますか、並べ方が似ている。上なんかこれ同じようにあるんですけども、フランスのカルナクの石の並び方とよく似てますね。まあ、こういうふうにして繋がっていくわけです。上が、ショリア、山の近くのウスツ・アバンカンスキーの列石、下が、 えー、UK のエイブベリーです。人間の大きさを比べてみてくださいね。そしてその巨大さを、まあ皆さんにまず理解していただきたいなと思います。まあこうして岩が並んでる。何のためにどうしてかということですよね。でしたがエ、エブベリーはもうあの私が証明しましたけども、これは暦です。先ほど言いましたように、12、12、13、12、12、13。そして中央には2 9点 5個の石が並べられているそして、その上には27個の岩が並べられているということですね。そしてですね、古墳とよく似てるいうことをちょっとして,しておき、しておきたいと思います。古墳の周りにはこのように埴輪が並べられていて、そして、毎日1個ずつね、何かを動かすことによって、まあ、月、 年、年季節を知ったわけですね。まあ、前方公園、これ、円墳ですけどもね。前方公園府の中周りにはこのような古墳、埴輪が並べられていた。埴輪の目的は、だから、一日ごと、あるいは二日に一回ずつね、何か埴輪のようなものを動かすことによって、まあ、日にちを知った、あるいはそこにね、埴輪を並べておけば、あまあ、例えば豪族だったら豪族でいいんですけどもね、神の、まあ、その、日を知ったということですよね。そしてお並び方が大変よく似ているということです。これは、ま、一つの余談です。で、もう一つ注意していただきたいのが、ラオスのジャール平原です。 で、これから皆さんをジャール平原に案内します。で、このジャール平原も、あ小暦、いわゆる列席。歴列席って言うんですかね。歴列、列っていう言葉が、あの、山川幸夫さんが使っておられましたので、私はそれを使わさせていただきますけれども、暦、列席ってことです。これがジャール平原です。まあ、以前、あの、皆さんにお知らせした座標とちょっと違いますので、こちらの方を使ってください。 これがジャール平原のる列石ですね。ここにはですね、石というよりも、石を加工してですね、まあなんて言いますか、ああ、容器ですよね。こうして、まあ酒、まあ酒を入れてたというのは、現時の説明らしいですけどね。ここ、あの、 ベトナムの在住の日本、日系の方ですけども、行ってくださいまして、そして報告してくださいました。で、これはですね、同じコンセプトで作られていると思います。まあ、どういうことかって言いますと、エイブベリーもカナク、カルナクもですね、斧が見つかっているわけですね。いわゆるトークンがね。そしてそのトークンを毎日動かすことによって、まあ、月、季節、そして年を知ったということです。で、ナスカ理論ですよ、あの、証明すれば簡単に証明できますから、皆さんに紹介します。これがナスカです。 なすかね、このような、まあ、ま、活動論がいっぱい書いてあるわけですね。で、その中の一つ。このあたりには、列席、あるいは暦の、遺跡へと繋がっているの。 が集まっています。これがエブベリーからのグリーンのラインです。皆さんもエブベリーからここに線を引いてみてください。そしてこれがですね、ラオスのジャール平原から引いてきた線です。ここで中心で交わりますね。そして今回見つかりました、ショリアのロックカレンダーからの線は、ピタリビンゴをここに重なったわけであります。なわち、この3本の線は1つに重なったということですよね。1つのプラットフォームから出て、すなわち、同じコンセプトで作られた、いわゆるロックカレンダーであるということは、こうして証明されるわけです。と同時に、カルナック、フランスのカルナック、 でもトトクンが見つかかってまますすららエブ・ベリーとと、えー、カルナクは同じコンセプトでで作れれた跡であるというふうふに証明されますそしてもう一つあるんですね。それが、まあ、少し前にし調べました、モレーのー遺跡なんですけどもね。それについてもこれから説明します。なわち、これら3箇所。とりあえずですね、3箇所は同じプラットフォームから出てす。なわち、林博氏のナスカ理論によって証明できたということです。で、ペルーのモレーについて、まあ、話しておきたいと思います。これもですね、万年カレンダーだというふうに私は 判断しましまたこの輪の数がですね、ちょうどあの、まあ、あの、合うわけですね。で、そのモレーの、まあ、万年カレンダーからナスカに線を引いています。このモレーについての説明はこの続くビデオの中でしますから、じっくりとご覧ください。そして先ほど同じプラットフォームへとやってくるんですよ、皆さん。この線を見てください。先ほどと同じプラットフォームやってきたでしょそして、この上のエッジ、線と側線と重なっていきます。なじ、モレーも同じ、えー、暦、えー、カレンダー、ま、カレンダーですよね。であったということです。 まあ古代の人たちは、まあ、その時を知るということがですね、最も重要関心事であったというふうに私は考えています。そして先ほどの線と並べていますね。これがエブベリーです。そして、あ、ごめんなさい、ジャール平原ですね。ごめんなさい、失礼しました。ジャール平原ですね。ジャールです。そしてそこの横がエブベリーです。わかりますかエブベリー。そして重ねましたね。この三ヶ所また重ねましたね。そしてもう一本、先ほど言いました、うつ、えー えー、コでね、え、アカ、アバンカンスキーでしたか、え、そこのラインとも重なるということですね。えー、ロシア語難しいですね。ウスツ、アバンカンスキーの、えー、いうこと。まあ、この座標をここに示しておきますから、ここの座標を目当てに4箇所から線を引いてみてください。で、 今日、新しく山川幸男さんからの情報で赤い線が一本変わりました。この赤い線は、つ、アバンカンスから来て、みんな、まあ、この三、右三箇所はね、巨石、そして左も同じコンセプトで作られたカレンダーである。 ということになってくるわけですね。まあ、カレンダーについての説明は、その、まあ、先ほど言いましたように、また続くビデオの中でします。このように、四、えー、4本の線がここに集まった。ビンゴですね。またこの、まあ、これ、これによってですね、この4箇所が、まあ、いわゆる、まあ、カレンダーであったということが証明で,で,きできると同時に、えー、林博士のナスカ理論がですね、このような形で応用できたということです。えー、山川幸雄さんどうもありがとうございました。大変な情報でした。 Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Moai Pelu. It was a calendar. Moai or Moai. Is an archaeological site in Peru, approximately 50 kilometers northwest of Cusco, on a high plateau at about 3,500 meters and just west of the village of Malas. Wikipedia, however, explained about Moray as follows The site contains unusual Inca ruins. Mostly consisting of several enormous terraced circular depressions, the largest of which is approximately 30 meters deep. As with many other Inca sites, it also has a sophisticated irrigation system. Moreover, Cusco's northern 50 kilometers north いくつかの段々になっていて、深さは一番深いところで約30メートル。ウィキペディア100点によれば、他のインカ遺跡と同じように、この遺跡は洗練された灌えシステムということになっています。が、このモレーはカレンダーでした。ストーンヘンジ、エイブベリー、カルナック、ラオスのジャール、それに日本の前方後円墳と並んでカレンダーでした。 その謎を解くきっかけとなったのが、ナオミ BK さんからの一通のメールでした。ペルーのモレーは日本の前方後円墳の大型ではないでしょうか、と。つまり、日本の前方後円墳を盛り上げた突型であるとするなら、モレーは地面に掘り込んだ大型の前方後円墳であると。で、早速調べてみました。空から見た形は、 確かに大変よく似ています。ということは、日本の前方後円墳がカレンダーであるとするなら、モレーも同じようなコンセプトで作られたカレンダーということになります。そこでモレーの段々を調べてみたら、13テラスになっていることがわかりました。13です。まあこれだけで謎が解けました。13×28 は、 364。つまり1段を1ヶ月の28日にすると合計は364日です。それに中央の1日を加えると365日です。対応歴です。あとは1段。つまり1テラスごとに例えば28個のマーキングストーンを並べて1日ごとに何かの印を移動していけば良いのです。この方式は UK のエイブベリ、フランスのカルナクと同じ方式です。 ラオスのジャール平原の、ま、歴史的もですね、同じような方式で作られていたと考えられます。さらに言えば、91×4 は364。それに最上段の一段を加えて太陽歴とした、あの、マヤのチェチェン・イッツァの方式と同じです。画像を見ながら説明します。このようにですね、中央の一段、一番上が一番一段ですね、そしてその13テラスになっていることが分かりました。 まあ、円形そのものはですね、数えますと14ですけども、一番、まあ、上のね、円形の中心は、これはあの段ではなくて、一番の底ということになりますから、テラスは13個、13段あることになります。これで、まだ謎が解けましたね。で、13×28 日。 ま、一ヶ月のね、えーまあ、太陽、まあ、月の満ち欠けですね。ごめんなさい。をかけますと、それしますと、364という数字が出てきます。それに、中央の1日を足して、365。なあち、カレンダーということになりますね。これほどすっきりと簡単に謎が解けるということも珍しいわけですけども、まあ、それだけま、簡単にですね、かん、まあ、できているということですよね。わかりやす言えば。そういうことなんですね。難しく考えるからおかしくなってくるわけです。そして、これは、現在。 なぜこんなものがあるか不明だということで、先ほども言いましたように、考外システムだというんです。日本の段々畑のまあ発想ですね。しかし、こんな狭い段々畑ではですね、ものは育ちませんね。そしてまた、こんな段外システムを作ったところで意味はないわけです。そこで、前方、今永墳、カレンダー説をもう一度簡単に説明します。詳しくはですね、この後につなげておきますから見てください。中央にですね、北極星を指し,指し示す、まあ日本ではハニマ、 となってますけどそれを置きますそして、その、埴輪によってですね、まあ、東西を知り、そして北極線の位置を知りですね、まあ、あのー、対印歴をですね、こうして対応暦で調整するということになります。そして、ま、前方公園府の周りにはですね、このような埴輪がずらりと並べてあります。で、この埴輪がですね、まあ、364であればですね、あるいは365で見るわけですけども、毎日何かのトークンをですね、このように移動していきながら、まあ、日にちを知るし。そして、 まあ、月を知り、季節を知り、そして一年を知るというわけです。これが林博士の前方後円墳、まあ、カレンダー説で、同じような星で作られているのが、UK の、えー、エブベル、そしてフランスのカルナックですね。そしてこのようなトークンが見つかっています。目印の岩が見つかっています。えー、現地では、斧ということになっています。斧なんかじゃありませんね。そしてこれがですね、岩田市、それから群馬県で見つかっている、まあ、天文観測装置です。でそれをですね、まあ、あの、 まあ少し前にですね、長野県の軽井沢のまあ高校館でですね、展示されたということが分かりました。で、まあこれがその物体なんですけど、これは何かということですけども、日本では、ええー、なんて言いますか、まあ一種のですね、あのー、 はい。飾りのように理解されているわけですね。とんでもない。これが、まあ、あの、その高校館に行った時の、まあ、写真ですけども、このように、まあ、このような玄関の,の先に飾ってありました。まあ、あの、ここにあると思ってね、行ってみたんですけど、この高校館にはそれはありませんでした。まあ、あの、現地の高校館の方にお尋ねしましたら、群馬県の方の、まあ、県立高校館にあるという、まあ、情報をいただきました。で、まあ、まだ、まあ、 のでね、えー、次回また群馬県の方へ行ってみたいと思います。その時は群馬県の高校館の先生方、よろしくお願いします。と、ともかくもこれがですね、軽井沢にある、ま、あの、高校館の、あの、様子です。まあ、このような、これがま、代表的、この高校館では代表的な、ま、あの、なってますか、あの、 ドッキーっていうことになってますね。で、このようにもう一度話を戻しますと、前方公園府の周りにハニを並べて、みんな逆さまに置いてありますけども、このようにまあ並べてですね、そしてトークンを一日毎日一つずつ置き、そしてそのところどころにこうしたね、人,人形の、まあ、型のですね、ハニを置き、この岩は林宗の誕生日だぞ、ということで、まあ、そういうふうにおし知らしたんだと思います。で、こうして並べて、まあ、これも、あの、メアルもハニワがですね、並べてある。なぜこのように並べてるかということはですね、これは UK のエブベリーと同じ方式ですね。さらに言えば、あフランスのカルナクと同じ 同じ方式だということですよね。そして、この、なってますか。一日ごとに、まあ、何かのトークンを動かしていったということになります。まあ、具体的に示しますと、例えばこれは、大占領ですけど、このようにですね、埴輪を並べておいて、そして、この、なってますか。あの、まあ、これ365を置けばいい、まあ、ぴったしですね。しかし、それだけでは、あの、ずれてきますから、その調整を、冒頭で見せましたようなですね、まあ、あの、奇妙な埴輪を中央に置いて、そして北極性を、 を、そこに置きまして、そして、まあ、調整すると。そのようにして、まあ、両方で、まあ、あの、まあ、完璧と言いますか、正確なカレンダーを、こうして読んだっていうことになります。そして、時計回りに、まあ、それは、あの、どうしたかわかりませんけれども、冬、春、夏、秋。 そして冬というふうにやるわけですね。例えば、一番下を当時とすれば一番上は月日になるわけですね。そしてこの左の方が、えぇ、ー、秋分ですね。それからあ、右の方が秋分ということになります。まあ、秋ですね。そしてこうしてトークンを動かしていって、おい、春だぞさあみんな食べようしようじゃねえか秋だぞよしみんな収穫祭祝うぞ集まれというふうにして、みんなこれを見てですね、カレンダーとして利用したというわけです。まあ、その一つの証拠と言いますか、裏付け証拠がですね、小牧市の青塚、青塚古墳ですね、ありました。これ巨大の 古墳なんんですよ皆さんそしてこのこ青塚古墳の周辺に,周辺にはですね、つぼ型古墳っていうのが綺麗に並べられていました。その数はちょうど、まあ、365の半分の、えー、182か3ですよね。こうです。ですから2日に一度ずつトークンを動かしていけばいいわけですよね。まあ、ということもわかりました、まあ。このようにして、なぜ埴輪を並べたかと言いますと、このようにしてですね、まあ、一番左の方があ冬、それから上が春ですね、時計回りそして夏となります。そして下が秋となるわけですね。 そして、ま、このトークの数はけ見ま175分生、176ですね。で、352となるわけですね。まあ、これはあの、あの、あくまでも、あの、推定の数ですよ。というのは、あの、いわゆる部分的にしか発見されていませんのでね。そして、2メートルごとに、ま、こういうふうに置かれていたということまでは分かっているわけですね。ほとんどの埴輪は、ま、噴出してますからね。私の印象では、354の半分のですね、177個がこうして並べられていたと考えています。 まあ、要するに、そうして、まあ、2日に1回、1個ずつ、あるいは岸と並べられていた可能性もあります。そして、その、なんて言いますか、一日ごとに日にちを知った、そして季節を知ったということですよね。そして、まあ、先ほど言いましたように、あ底変部をですね、当時ということにしていくは頂点部は下始ということになるわけです。まあ、これはですね、あの、こうした、あの、まあ、いわゆる、まあ、 想像図がですね、想像というか復元図が残されていますので、この図を正確に、えー、ってか、あの、まあ、正確に復あの、元図は残されていますけど、も詳しく研究されています。で、まあ、177いうことになるわけですね。で、まあ、実際には176そうですね、176ですから、まあ、ごめんなさい、あの、ちょっとここで言い換えますけど、これはあの、純粋単位歴の1年の日数ということになります。純粋単位歴の1年の日数は354日ですね。で、それをですね、まあ、こうして、中央に、まあ、あの、先ほどの物体を置いて、そして、 天文観測にしたってわけですね。その方式は、エイブベリ、そして、ラオスのカルナ、ジャール平原の列石と同じだということですね。これは私って見つかった、その謎の物体、エクすス。いろいろな説明とていうか、これは全く分かってませんね。なんであるかということは。えー、戦隊中どなたかですね、メモリーを発見したから、それを私自分の名前で発表していいかということを、強化を求めてきましたけど、ノーですよ、そんなのはね。えー、引用じゃなくて、東洋になりますね。まあ、要するにこれがですね、その物体です。 そしてこのメモリーがですね、消えてるからね、このメモリーが残念ですねあ。もし現れていれば、あの、また、あの、何か新しいことが分かったんだと思うんですけど、下半分はですね、あの、いわゆる修復してあります。そしてこれがね、パレンケの、まあ、ある王の、あの、筆記の二人に書かれてるんですけど、その絵のコンセプトと、まあ、よく似てるってことですね。まあ、似てるというレベルの話で、まあ、あの、終わりますけども、まあ、なってますが、似てるってことですね、要するに。で、これがですね、あの、まあ、 その物体なんですね。これを北極線の方向けるわけです。それについての詳しいビデオは、あの、続くビデオの中でもう一度、ゆっくりと説明しますから。 もし、もしご覧いただける人は、どうかそちらでご覧ください。こうして、まあ、あの、この線をですね、北極、そして星もですね、北東星の星、七星ですけどもね、正確にそこに、あの、彫り込まれています。こうして、北の方を向けます。そして、右が東で東、左が西という、あというここにな。りますそして、ここを向けますね。そして、まあ、この、ちょうどね、あの、傾きが同じように言ってますから、やや上を向いてるんですね。そして、この傾きを計算していましたら、下地の時の北極星の位置と一致しました。これ、私のね、あの、 色と一致したということですよ。そして、この、だたらかな、あの、撫で型になってますね。これはね、ね光を受け止めやすくするためです。まあ、それについての説明も次にいたしますが、このようにですね、この先を北極線に向けておく。そして、え影、ー、の位置を見ながらですね、当時、下詞の位置をしたと。まあ、あの、天文、えー、いわゆる、ま、太陽暦によってですね、いわゆる太陽の方向によって、まあ、あの、 いわゆるその前方後円分のカレンダーを調整したということになります。これも林広施設です。そしてこれは、まあなんであるかということで、まあちょっとあの戻りましたけども、これはあの、 岩田市で見つかったんですね。で岩田市の方ではこれ何て説明してあるかというと、友と説明しますね。友なんて皆さんご存知ないでしょいや、あの、弓矢をいるときにですね、腕に巻く、まあ、腕を保護するための、まあ、道具だそうですけども、そんなものじゃありまないですよね。まあ、あの、そういうふうに片付けてしまうんですよね。で、友だとかね、東京を鏡だ、東卓を金だ、前方公園風を墓だ、って言ってね、何でもこう身の回りにあるものから説明しようとするわけですよね。 まあ、要するにこれがですね、トモということになってくるとトモでありませんね。天文簡易、天文観測装置。なあち、対応力に調整するための装置だということです。まあ、たまたまこれをですね、まあ、この土器を置いてます。これはもう全然時代がありませんから、なんか他の、あの、ものだったと思います。それを毎日こうし移動しながら、今日はね、ええー、2015年の10月15日、明日は16日だぞってことをしたわけです。で、一周、一ぐるっと一周していきますとちょうど1年になるわけですね。まあ、このようにですね、まあ、中央にそのト,トモって言われているものを置いて、そして北極星を 合わわせるわけです、まあ、こちらを見てくださいね。そして北極線の位置による、まあ、太陽、いわゆる大、大印暦によるずれをですね、こうして太陽暦で、まあ、なって言いますか、調整したということになります。これが,、まあ電報が、まあ、伝公演墳が、いわゆるカレンダーである、そして、友が、えー天、簡易天文観測装置であるという、林博の説の根拠になっています。 うっささっさ、うっささって前も歌いましたけども、こうして、まあ、例えばですね、埴輪を移動する、していることによって、今日はね、10月ちゃよ、今日は10月なんちゃよってことを教えたわけです。それじゃあね、また、ま周回ってきますからね、バイバイと言って回ったわけですね。となると、この埴輪の置き方は全国通々裏るどこの高校館でも逆さまに置いてありますけども、これが正しい置き方ですね。その証拠が、友の、先ほどの埴輪ということになります。要するに、一番上からカルナク、それからエイブベージ、そして下のジャール平原は、皆、同じようなコンセプトで作られた、 まあ、あのカ、カレンダーだってことでね。ついでに、まあ私の説ですけども、えー、ストーンヘンジもカレンダーでした。それをこれから説明します。このストーンヘンジカレンダー説も林博士が発見したことですよ。 これがストーンヘンジですね。これのストーンヘンジの周辺から、まあ石と同時にですね、こうした穴が見つかっているんですね。これオーベリーホールって言うんですけどもね、その右の下が正確な、あの、目になってますが図です。これは中央がですね、29日あります。そしてその外側、今度は30日になるんですね。これはエブ、ストーンヘンジ方式です。29、30、29、30。それをですね、えー、まあ、 繰り返して十二回ですね。2930を六回繰り返しますと三百六十四になります。そして、あの、それにあと一日を出せば三百五十六6 65となるわけですね。この日一年のね。それでまあ、こう、こうして、あの、あの、まあ、例えば二、ね、2 9三0あるいは二2軸だったかもしれませんけども、二9 3三2二3 0三ういう,うに、まあ、6回繰り返しますと三百五十四。こ、ま、れ、あ、また間違えましたね。ごめんなさい。純粋退院歴です。対応じゃありませんね。あの、 もうごちゃごちゃ、頭の中がごちゃごちゃになってましたね。ごめんなさいね。要するにこれが純粋単変歴だいうことです。じゃあ純粋大変歴だけでは、これで説明できませんね。それじゃあ調整しなくちゃいけませんね。純粋単変歴の場合は、3年に一度、12ヶ月を13ヶ月にします。そして、え、やるわけですけども、ま、12、12、13でこれで合うわけですじゃあ残りの19は何かということですけども、これはまた19年ごとにですね、0を直すということです。本当は8.5年、えー、っと、9.5ヶ月、5年ごとにね、あの、調整しなければいけないんですけど、9.5年っていうのもわかれずすに、 でしょそれを2倍して19年としたわけです。これはまた林広氏の説ですよ。そしてまあ、19年ごとにまあ何かの、ね、トークンを置いといて、そして19年ごとに今度は2ヶ月足すわけですけどもね。まあそうして、やるわけですね。ですから、あのー、本当は9.5年ごとにちょうど1ヶ月分のゼロができるんですけども、9.5年というのは分かりにくいですから、19年ごとにまあ2ヶ月足すことによって、また調整しなさいよという意味の56だと私は判断いたしました。 まあ、要するにもう一個繰り返しますと、最初が29で 30, それを6回繰り返しますと、354となるわけですね。それが、まあ、純粋単位力の1年の日数となるわけです。そうしますと、1年月、約、まあ、約、約ですね、30日のずれが出てきてきますから、3年ごとに、まあ1、1、1ヶ月を足すと。それから、12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月となるわけですね。しかし、それでもずれ、ずれてくるから、9.5年ごとにもう1ヶ月足さなくちゃいけませんが、しかし、9.5年というのは分かりにくいから、えー、19年ごとに1ヶ月足すということになります。 えー、ということで、まあ、ストーンヘンジはカレンダーだということを、これはあの、あのまあ、あの、どなたもまだ発表なさっていませんよ。あの、で、もう一つここで簡単にもう、もう一つの謎を説明しておきますね。で、1年のカレンダーを見ますとね、31日とある日と30日ある日と、2, まあ、2月のようにね、28日になったり29日になったりする時期があります、ね、なぜこうなったかということなんですね。それは先ほどのエイブベリーのカレンダーを見るとわかりますね。じゃあち、 二十八、九と三十を繰り返すわけですね。そすると、まあ、それを書きますと三百五十になるんですけども、そうしてと十一日のズレができますから、その十一日をですね、まあ、各月に振り分けた、振り分けてつけたわけですね。ですから、二十九は三十になり、三十は三十一日になったと考えられるわけです。なあち、私たちがなぜカレンダーの中でね、皆さんも疑問に思ってくださいよ。十月はね、今月は三十、十、三ですかね。三十一日までありますね。で、九月は三十日まででしたね。なぜそういうふうにバラバラ なるかと言いますと、今示した三百五十四プラスまあ十一日をですね、えー、まあ各月に振り割ったということになりますね。で二月だけはまあ調整したということになります。もう一回言いますと二十九、三十とまあこれが六回繰り返せば三百五十四の、えー、純水潭力の三百五十四になるわけですね。でそうしますと三、えー、年ごとに一ヶ月ずれていきますから十二、十、え、三、ー。12 12 13 12,12,13ってやるわけですね。そしてプラス19って、そこであの、印つけといてね。まあ、マーキングストーンあるいはトークンをですまあ、同じことですけども。置いてですね。そして1日ずらしていったと。まあ、このようにして、まあ、現在のカレンダーができた。ということになりますね。 ということですけども、あその、まあ、あのあ、その後ね、少しずつ移動して、移動してますからね、移動てる、その時々の、まあ、なんでますか、あの、学者たちによって、あの、作り変えられていますから、現在ちょっと乱れてますけどもね、まあ、要するにこのセインストーンヘンジはカレンダーであった、すなわちエイベルもカレンダーだった、同じトークンが、まあ、フランスのカルナクでも見つかってるわけですね。ですから、フランスのカルナクも列席と言いますけども、あれもカレンダーだったてと考えるのは当然ですね。そして、まあ、その、まあ、それだけじゃなくてね、まあ、あの、 これから説明しますけども、AV です。それからフランスのジャール、そして、えー、モレーはですね、同じプラットフォーム、ナスカで、まあ、同じプラットフォームから出発して、すなわちですね、林博士のナスカ理論によって、それそれぞれが、ね、関連していることが、関連しているということまた証明されるわけです。で、もう一つ繰り返しになりますけど、これ AV ホールと言われると、ね。アオーベリーですね。オーベリーホールと言われてるものですね。これが30個ある。そして中、これ外が30で、中が28ってことですよ。 で、外に、まあ、56個あるわけですね。まあ、なぜこの、まあ、これでま、この数字を長くていれば、謎が解けてくるわけですけど、ね、しかし、この28っはおかしいわけですよね。これは、あの、古い、古いというか,すか、あの、2枚ありましてですね。あの、いわゆる、いわゆるその、エブベリーの、オーベリー、エブベリー、待んてさい。<laughs> ストーンヘージのオーベリーホールのね、あの、この、なんて言いますか、あの、調査図が2枚ある。ここに1個抜けてるんですね。これは、ね、エブベリーでもそうなんですよ。門のところ2個ずつ岩があるんですけど、左の方はですね、1個足りないんですね。 これで謎が解けたわけですね。よく中部かこれここですね。門のところに1個しかないでしょ本来この赤いところにもう1個大きな岩があってよかったんですけども、これは28になっていると。ですか、ら 一つ抜けてますね。ですから同じように、このストーンヘンジの岩を抜け,抜け,抜けてるってことで、私はその時は仮説を立ててね、30、28じゃなくて30、29だというふうにやったあのまあ考えたんですけども、新しい資料ですね、えー、ランスケさんに届けていただきまして、それが29いうことも分かりました。で、これは古い方の資料ですで。このビデオはですね、私の場合はどん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 、まあ古いビデオは後々はなげていきますから、まあこうしたことが起きるわけですけども。で、まあ350。まあこれはの純粋単位的を皆さんに説明しているところです。で、まあこの、まあ今ちょっとあの、 簡単に説明してますので、この続くビデオの中でゆっくりとそのもう一回解説しますので、興味のある方はどうかおご覧になってください。そしてこの方式はですね、実はトランプの方式と一緒なんですね。トランプは 4×13 ありますね。それで1枚を 日月火水門金土日月か水と、まあ7回ずつ繰り返してやりますと364になるわけです。それに上ョーーの位置を足して3 6十すなわち、私たちは現在、カレンダー、カード、いわゆるトランプとして使っているカードはですね、あれは遊び用の道具ではなくて、実は万年、まあ家庭用のカレンダーであったということになるわけです。 で、まあ、この、あのいわゆるこの、えー、っと、これ、総返事ですけども、これもですね、29で決断しますと、同じ方式で作られていくことはこれでわかるわけです。なあ、チカレンダートランプはですね、4 × 1 3 × 7で3 6 4それに乗客を足して365となるわけです。チェチェンイッツもそうですね、すチェチェンイッツの、ま、カレンダー方式は、林博氏が発見したことではありません。ランスケさんより教えていただきました。で、まあ、後のものは林博氏の発見ですよ。道卓カレンダー説も林博氏の発見です。 まあ、ということで、まあ、大急ぎで、まあ、説明しました。ついでに、まあ、タロットカードもカレンダーだったんですね。その説明もしましたけど、まあ、要するに、この、ロックカレンダー。これがですね、ジャール平原の、えロックカレンダーです。これは、あの、ああと、ベトナム在住のね、中さんという方から、教しあの、ラオスの方へね、旅行に行かれて、こんな珍しいものありましたよ、ということで教えていただきました。で、 これがジャール平原の、まあ、列石ですね。これは、あの、酒を入れる壺というふうに、まあ、あの、現地では、紹介されてますけども、これは壺なんかじゃないですね。同じように列石が並んでいるのわかりますかそして、まあい、まあ、いわゆる、まあ、いわゆる、まあ、エイブベリー、それからカルナクと同じ方式でですね、何かのトークンを毎日移動しながら、そして、まあ、何て言いますか、カレンダーとして使ったということですね。まあ、あのー、 いわゆる酒なんか入れたところで仕方ありませんし、まあ、酒を入れても意味がないですわね。これはまあ、カルナックですけども、フランスのカルナックですけども、未だにこれが何であるか、どなたもご存じないみたいですね。で、林いがこの謎を解きました。これはカレンダーです。これ、エブベリーですね。その証拠をこれからお見せしますが、これがエブベリーですね。で、これも、先ほど言,言いましたように、これがあの、外側の、 まあもう一ろゾーン A、ゾン B、ゾーン C となってますね。そして、左下、右下にですね、29個の円があって、その上に27個ありますね。これはもう簡単、簡単というか、綺麗に解けるんですよ。いわゆる3年ごとにですね、えー、1ヶ月を足していくわけで、ちょうど1ヶ月のズレができてきますからね。というところが27年ごとにさらに1ヶ月のズレができていくという意味です。というのはもう一度計算しますと、これはまあ、エーブェリーの基本形ということになります。なあち、24、えー、っと、 12,12,13,12,12,13 12 12というふうに並んで、ちょうど数が合うわけですね。そしてこの27という7の岩が立っています。そしてこの斧が見つかっているんですね。これは現地では斧、斧、斧ということになってますけど、斧じゃありませんね。これはマーキングストーンです。例えばどういうふうに調べるかというと、こういうふうに毎日移動していくわけですね。1個分ずつ。そしてぐるっと一周したら、今日は何年、何月、何年、何月、までわかりません、ね。季節は何かということもわかるわけです。ちょうどね、あの、 6等分してありますからね。1年6等分したわけです。そしてフランスのカルナックでもこのような同じようなマーキングストーンが見つかっています。フランスの方でもこれをオノと言ってますね。ご覧になりましたか、まあ、このようにですね、オノじゃありませんよね。これはマーキングストーンですかで、こうしてまあカルナックもカルナックとエヴデリーがこのマーキングストーン、すなじち彼らが言うところのオノで繋が,がったということになります。こうしてまあカレンダーとして使っていたということになりますね。 今、まあ、この斧でですね、まあ、斧じゃありませんけどもね、この、で、まあ、ヒーを知ったわけです。まあ、と、そこらですね、ナスカ理論で説明します。これがエブベリー、左がエブベリーでできた線です。そして、もう一回やってますから、よく見てくださいね。ちゃんと滑走路があるんですよ。そして、ラオスのジャール平原から引いてきた、ジャールのね、劣勢から引いてきたあ線もちゃんとあります。そして、この二本の線が、ここで重なります。 わかりますかあの、二つの線が中央で重なってますね。ということは、このプラットフォームはですね、えー、列席すなわちカレンダーを示す、えー、いわゆるロックカレンダーの方向を示す平原だということになります。この辺りはあの山のね、世界の山の、重要な山のあ線が集まっています。上がカルナックス、そして左下がエーブベリミンガープレーン、ジャール平原の列席ということになります。ですから、私はジャール平原もですね、この穴の中に何かのマーキングストーンを毎日置いて、そしてカレンダーとして使ったということを、に理解しています。まあ、その地域、地方、国のね、 重要なカレンダーであったということですね。いわゆるまあ時季節、月日を知るのはですね、当時の人たちにといっては最重要時,時,時であったわけです。それで、このもう一度、この先ほどのですね、ペルーの え、戻っています。モレーに戻っています。これがモレーの、まあ、クボ、クボ型、クボ、くぼやる大型前方公園縁ということになりますね。そこで、まあ、あの、B、あの、ナオミ・ BK さんのヒントでですね、これがカレンダーであると私は判断しました。そこでですね、何か痕跡が残ってないのかなと思ってね、いろいろ光を描いてみたんですけども、綺麗に、まあ、そっちは岩は取り除かれているんじゃないのかなと思いますね。何も残っていません。しかし、あの、その証拠らしいものが出てきましたので、この、モスクアート今お見せしますけども、まあ、こうして、まあ、現在、 今回はまあ、は、畑と。 考えシステムであるというふうに、まあ、説明されているわけですね。こんな考えシステムなんか作るわけないでしょう。皆さんなら作りますか ?30 メートルマナーを掘って、たったこれだけの畑を作るために、周りは畑だらけなのにね、畑にする土地でいくらでも広い土地はあるのに、こんなくものを作るはずがないじゃないですか。そこでそのモレイから、ナスカに線を引いています。よくご覧ください、中深く。この黄色い線が、今、ペルーのモレイから引いてきた線ですよ。お疑いの方は、ご自身で線を引いてみられることです。いいですね。これがモレイか、もう一度やってみましょう。 いいですかモレペルー、ペルのモレーから、この、まあ、ナスカに線を引いています。これは林博士のナスカ理論によって証明いたします。ナスカ理論ですよ。大変便利な理論ですよ。こうしてナスカには直線がありますね。が、それだけじゃないんですよ、皆さん。いいですかこのモレーの直線を注意からご覧ください。さあ。いいですかこれからナスカ理論によって説明します。先ほどですね、エーヴェリーと、それからジャール平原の線を見せましたね。 この黄色い線注意してください。これは、ラオスのジャール平均から引いてきたんです。先ほど紹介しましたね。そして、その、左側にあるのが、エブベリーから引いてきた線で、この三つは、この中心点で集まるということです。なあ、ち、この三箇所はですね、まあ、いわゆるナスカリ論によって、それぞれ関連性があるということが、これで証明できるわけです。いわゆるエブベリー、それからラオスのジャール平原、そして、ペルーのモーレですね。これらはべてカレンダーであるということになるわけですね。まあ、誰が作ったか。 こんなことできるのは人間じゃありませんね。エイリアンです。古代の昔、エイリアンがですね、世界各地にこうしたカレンダーを残したということになるんですよ。これが、林漁師の懐か理論による証明ということになります。となりますと、カレンダー、まあ、モレーはカレンダーであったということになりますね。林漁師の説ということになりますけども、モレーはカレンダーであった。すなわち、モレーカレンダー説はこうして生まれました。 中央がですね、まあ、祭壇ですね。当時だ。皆さん、これから1年が始まりますよ。集まってください。頑張りま、今年も頑張りましょうね。と言ってやったんでしょうね。そして、1ヶ月は28日ごとに移動していくわけです。はい、今日は2ヶ月、3月。はい、3月になったよ。はい、4月になったよ。いいね、4月になったね。はい、5月ですよ。はい、6月ですよ。さあ、皆さん、ね。えー 真ん中に行った時に夏至になるわけですね。さあ、夏至のまずです。ねえ。太陽が真上に来たぞ。さあ、言いましょう。わせっせいせせわっせっわせっせ,っせっそして、夏が終わると今度は秋になります。そして、28日、28日、28日と言って、13回繰り返します。楽しいでしょねえ。こうして、1年の、まあ、季節、日数、いやいや月日を知り、そして、まあ、 し、暦をしたわけですね。そして、十、二十八×十三は三百六十四。一番上へ来た時に、また一、番下に戻ります。はい、戻りますよ。一年また始まりますよ。三百六十四に中心の一日を足して、一日追い合わせて、さあ、明日からも頑張ろうね。明日から新年だぞ。と言って、まあ、スタートしたわけです。なあち、ペルーのモレーはカレンダーでした。バイ、広し、林ということになります。で、まあ、もう一度このモレーのカレンダーを見ていただきたんですけど、これがですね、 考え用のシステムだとあなたは思いますかあ、はあ、結構なことですね。それともこれがカレンダーだとあなたは思いますかどちらが合理性があるかということなんですよ。どちらが説得力があるかということなんですよ。どちらが役に立つかということなんですよ。何のためにどうして、そして古代人の気持ちになって考えてみてください。なぜこんなものを懸命に作ったか。畑作るなら広い野原いくらでもあるんですが、そちら作ればいいじゃないですか。そして手の込んだことをしてますね。 これは全,全世界、どこの考古学者もこういう手の込んだインチキをしてますね。わざとこうして野菜を植えて、これは農業用の灌漑システムでしたよってことを、こういう形で示し、私たちを騙しているということになります。まあ、ということで、まあ今日は少し激しい話をし,し,しましたけども、漏れはカレンダーでっあった説をですね、皆さんにお伝えしました。続くビデオをゆっくりとご覧ください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about kofun or burial mounds in Japan. Or, as a matter of fact, kofun means old two mounds. Are they really burial mounds, whatever they are? No! They are calendars for ancient people. Wikipedia explains about kofun as follows. The Kofun period is an era in the history of Japan from around 250 to uh, 538. The word Kofun is Japanese for the type of burial mounds dating from this era. The Kofun and the subsequent Asuka period are sometimes referred to collectively as the Yamato period. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a different idea. They are ancient. カレンダーズ。前方後円墳はカレンダーとしての機能を合わせ持っていました。証拠を添えてそれをこのビデオの中で証明します。まず皆さんに注意していただきたいことは、円筒萩和、壺型萩和などが前方後円墳の周囲にきちんと並べられていたという事実です。 なぜでしょうか何のためでしょうか装飾のためでしょうか儀式のためでしょうかそれとも祭りのためでしょうかとんでもない。違います。古代の人たちは無駄なものは作りませんでした。生きるために必要なものを命がけで作ったのです。つまり、カレンダーです。前方後円墳の周囲に、円筒形であるにせよ、壺型であるにせよ、埴輪を並べ、毎日一個ずつ何らかのトークン、つまり、印を移動し、 日にち、季節、そして一年を知ったのです。さらに何らかの儀式の日をしたかもしれません。つまり前方公円墳は現代の私たちが考えているよりもはるかに深い意味を持っていたのです。もっと言えば古代の人たちにとっては天文観測所でもあったのです。つまり毎日1個ずつトークンを動かし日にちや年を知るという方法は UK のエイブベリ、フランスのカルナク、 さらには、ラオスのジャールと同じ方式です。エイブビリやカルナックではトークン、つまり目印の岩も見つかっています。現地では、オノと言っていますが、オノではありません。トークンです。同じ方式で前方公園墳もカレンダーとして機能していました。さらに、こうした事実を裏付けるかのように、浜松の隣町の岩田市では、友型埴輪と呼ばれる簡易天文観測装置も見つかっています。 北極星にそれを向け、当時、下至などの時の太陽の高度を知り、一年の始まりを正確に計算していたのです。簡易天文観測装置であることは、この私、林エル氏が一年以上も前の2014年に証明しました。つまり毎日、前方公園墳の周りの埴輪で、トークンを移動させることにより、日にち、季節、年を知りながら、先の友型埴輪を使い、太陽暦を使い、 微調整をしていいたととうことになります。で、私で見つかった友方埴輪と同じものが長野県の三代田町にあるということで私とワイフはおとといその三代田町へ行ってきました。浅間縄文ミュージアムです。現物をこの目で確かめるためです。が、場所はそこでよかったのですが、現物は別の博物館にあることがわかりました。 ともかくも、そこに、それがあったことだけは、確認できました。つまり、岩田市で見つかった、友型ハニワは、これによって、ただ単なる、装飾品でないことが、確認できました。天文観測装置です。しかも、私の予想した通り、浅間縄文ミュージアムにあった友型ハニワは、台座の上に乗っていました。ビンゴです。つまり、前方後円墳と友型ハニワは、ペアで、 天文観測装置として機能していたということになります。画面を見ながら説明します。まあ、現在ですね、浅間縄文ミュージアムのまあ玄関に飾られていた、ま、土器土偶のですね、レプリカを見ていただきました。そして、これが浅間縄文ミュージアムの内部です。まあ、こうしてですね、えー、まあ、縄文土器がですね、所狭しと、ま、展示されていました。 で、それらの分析は、まあ、ついに回すことにしましてですね、まあ、ここに先ほど言いました、友型ハニバがあるはずだと思いましてね、行ったんですけども、えー、その写真はですね、この、ミュージアムでなされた時の展示会の、まあ、に展示されたものだったということでですね、現在はここにはありませんでした。まあ、場所はわかってますので、次回、あの、行ってみますが、ともかくも、こうした土器、土偶がですね、こうして、まあ、展示されています。 皆さん、日本にはこれほどまでに奥深い、まあ、歴史、文化があったんですよ。この縄文土器のですね、模様以上に奥深く、そして、まあ、意味のある時代があったんですよ。で、まあ、これがですね、え、浅間縄文ミュージアムを代表する、まあ、土器ということになります。素晴らしいですね。まあ、本当に見たときにはため息が出ましたね。 ほうって感じですね。ここまで精緻な、えー、土器を作っていたんですよ。そして、まあ、もう一度ですね、日本の古墳に、えー、話を戻してみたいと思います、まあ。こうしてですね、古墳の周りには埴輪がですね、ざレと一列に、まあ、並べられていたというこの事実ですね。何のためにどうしてということを皆さんも考えていただきたいと思います。まあ、あの、壺型、あるいはその、円筒型、埴輪というのが、 まあ、現在見つかっているわけですけどもね。こうして、まあ、順、まあ、並べられていたということです。この事実をどう捉えるかですよね。ただ、装飾のためでしょうか祭りのためでしょうかそれとも、まあ、今でいう、フェンスのためだったでしょうかということになりますけども、そんなことのためにこんなものは建てませんね。建てても、まあ、置いてもですね、意味がないわけです。じゃあ、何のためにどうしてかということですよね。しかし、この日本だけで考えていると、袋工事に入ってしまいます。 まあ、これ、今皆さんにご覧いただいているのは、まあ、復元ですけどもね、このように、ハニワが並べられていたということです。このように、まあ、並べられているわけですね。ちょっと小さいので拡大していますが、まあ、こんな感じですね。で、さらに拡大してみますと、やはりこのように、まあ、復元、まあ、された様子でもですね、ハニワがこのように一列にきちんと並べられているということですね。そして、何のためにどうしてかということですね。こういうのは、ちょうど、三四五つ目ごとに、こうして、まあ、 あの、埴輪が置いてあるところも興味深いですね。あるいは、ややこう隙間が、って言いますかね、互いの間に隙間が空いて置いてあるのもあります。ここなんかきちんと、まあ,あ、並べられ、並べられているのはわかります。まあ、このようにね、まあ、発掘されたものですから、このように並べられているというふうに現在ね、復元されて、並べられていると考えるのは、まあ、ごく自然なことだと私は思います。で、これがですね、カレンダー説の、私のですね、カレンダー説の、まあ、根拠の一つとなりました。で、もう一つの、 前方公園、これはあの、大占領ですけど、見ていただきたいんですけども、例えばですね、まあ、この、円筒、埴輪がありますよね。これす。まあ、これ、この、このオーディですね。そしてそれをですね、順に並べています。この角に置いていますね。そして、ざーっと並べていくわけです。 まあ、ちょうど周囲とか、あれはね、二重三重になっているところもありますけども、それはそれなりに、また別の意味があったと思われます。エイブベリもそうですね。えー、まあ、円形にですね、えー、大きな輪が三つ並べられて、その周りに岩が並べられています。まあ、このようにですね、前方公園府の周りに、例えばですよ、これ私が考えたんですけども、このように、まあ、埴岩が並べられていた。何のためにどうしてか。何のためにどうしてか。ということになりますよね。 で、ここ、まあ先ほど言いましたように、この、まあ前方後円墳だけを見ていたのでは、謎は解けないと思います。例えばですね、ほぼ長さが同じですから、91、91、91って、まあ4等分するわけですね。そして下をですね、例えば冬にする。そして上の丸い部分を夏にするわけですよね。そして 91×4 は364になるわけですね。で、どっかで1日を足して365とすると。まあ、そういうふうにすれば1年の、まあ対応歴における年日数と一致するわけですで。下の底辺を私は、例えば仮にですね、増えておいて、それを左回り 右回りに回っていきます。春です。夏です。そして秋です。ここが重要ですから、もう一回やってみますね。冬です。春です。夏です。そして秋です。まあ、しつこいですね。もう一回やってみますね。Winter time.Spring time.Summer time.And autumn time となります。 まあこうして四つの季節に四本を分けたというふうに考え,ら考えられるわけですね。で、まあこうして季節を知ったと。そして一個ずつね、トークンを動かしながら日にちを知って季節を知って、そして一年を知ったということになります。まあ例えばここを冬至としますね。冬の中心です。そして春。まあ上がですね、夏至になりますね。ちょうど中央,中央です。ですからこの辺りで何かの儀式をしたものと思われます。そして左が春。 終分、春分ですね。そしてみんな終分ということになります。こうして一年をしたわけですね。その間、まあ、いろんなね、埴輪の、まあ、いてで,ですね、この日はね、早いし日の誕生日だぞなんてね、祝ったのかもしれません。が、しかし、こうしたですね、前方公演風が全国で700箇所以上登録されています。何のためにどうしてかってことになるわけですね。で、まあ、あの、これはあの、 大仙陵等のその周辺の、まあ、古墳ですね。そして上が、甲府の古墳ですね。長嶋古墳ですね。そしてこれが、群馬県にある、あの、古墳です。まあ、やや形が違うって言いますか。しかし、あの、中の円形部なんかで、まあ、埴輪が置いてあったとするならば、ほぼ同じ形になるわけですね。そして、あの、まあ、きちんと計算して、 してみればさらに詳しく出てくると思いますけど、四つのその辺がですね、辺って言いますか、長さはですね、ほぼ同じじゃないでしょうか。で、それを裏付けるためにですね、先だってですね、えー、小牧市へ行ってきました。八田が正則さんの案内で行ってきました。お元気ですかえー、そこの、ま、古墳へ皆さんを案内いたします。小牧市です。この,の、ノび部屋という、まあ、今現在部屋ですけどもね、あのー、ま、以前はこの、 海の中にあったわけですけども、ここは本当に意味のある場所だと思いますね。これが、青塚古墳ですね。で、この青塚古墳ではですね、壺型、埴輪というのが見つかっています。そして、で、それが、その壺型埴輪がですね、この前方公園墳の周囲にずらりときちんと、ま並べられていたということが分かっています。これが青塚古墳です。巨大な、まあ、古墳ですね。そして、この周囲には、壺型、埴輪が並べられていたということが分かっています。 このように、まあ、一部復元されてますけどもね。もう少し、あの、この2倍の密度で並んでいたのではないかと思われます。まあ、その理由はもう少し後で説明しますが、ともかくもこのように、まあ、発掘された状態では、まあ、このような感じで並んでいたということですよね。まあ、そのまま、それをまあ、そのまま受け入れて、ここでは説明します。これがアウスカ古墳の周囲で見つかっている壺型、まあ、ああ、ということになりますね。 何のためにどうしてかってことになるわけです。で、検証していますが、正確な、なんて言いますか、資料が手に入りましたので、ここに紹介します。これが青塚古墳ですね。そしてこれを4つのパートに分けます。それは先ほどと同じですね。向かって左の方が冬ということになります。向かって左の方を例えば夏にしますね。で、このあたりはまあ、私の、これはまあ、あくまでも直感ですけども、あ 愛知県あたりでは夏が長かったもんですから、夏の比率がですね、このように今、ぐるっと演習を書いて、まあ、この日はみんな働けようってことになったのかもしれませんね。そしてその、現在分かっている、まあ、これはあの、復元の上で分かっている壺の数をですね、計算しますと、176となります。2倍しますと、352、えー、となりましてほ、ほぼですね、あのー、なんて言いますか、1年の日数と、ま、同じになると。 でもなぜ170、まあ、まあ、正確には出てこないってことはこ、あくまでも復元図でしてね。そこでこの図を、こちらの図の方を、まあ、先ほどのあの、復元図って言いますよりもでね、こちらで発掘された、あの、壺の、まあ、様子をですね、こうしてまあ、正確な資料として残っていますので、こちらの方で調べてみますと、どうもこの壺の並び方っていうのも、ややこうなてます。間隔が広かったり、あるいは狭かったり、あるいはきち,きちんと並んでいたりってことはあったみたいですね。ですから、まあ、 一概に言ってますか、計算上ですね、等間隔で割って、壺の数を数えるっていうのも、あまり正しくないんじゃないのかな、というふうに思いました。まあ、これ、底辺の部布は24個ですね。2倍して48。さらに2倍すると96いうことになりますかね。まあ、ともかくもこうして壺が並んでいたということです。で、まあ、これで、まあ、残念なことにね、まあ、あの、これはあくまでも、なってますか、発掘、あの、された状態を、まあ、から計算してということになるわけですね。 で、やっぱり計算しても、まあ、これで計算しても、やっぱり176という数には、それほど違わないんじゃないかなと思います。まあ、ともかくも、右の方が30、左の方が24ということになりますかね。かなり数が違ってくるということですね。プラスマイナス6という、まあ、エラーが出てくるということです。 ですからまあ、今現在、まあ、こうしたですね、壺、つまあ埴輪がですね、きちんと残っている、まあ、前方後円墳というのはありませんが、しかし、まあ、この青塚古墳の前方後円墳をですね、まあ、一つの手がかりとして計算しますと、やはり何らかの形で、ちょうど1年分、まあ、青塚古墳についてはね、2日に一度ずつ、まあ、トークンを動かした可能性もあります。 そしてね、まあ、何らかの形でね、あのー、そうした、その、1日目、2日目というか、で、今度は3日目か4日目に次のトークンを、次のハニワにトークンを移動させていくという方法であればね、1年が正確に、ま、計算できたということになります。まあ、ともかくも、まあ、あの、このアウスカ古墳のそのトーク、あ、いわゆるハニワの並び方は、先ほどさお見せしました写真の、ま、ハニワの並び方と違いまして、間がね、かなり空いているということですのでわかりやすければ。 で、ここでは2メートル間隔で廃止されたということが分かっているそうです。ですからまあ2メートルごとにね、羽根を置いて、そして毎日、2日に1度ぐらいね、トークンを動かしながら、そして1年のあ、まあ、日日と、それから季節と、そして、 日数をしたってことになるわけですね。おい、春だぞおい、秋だぞっていう感じでね。そして、まあ、これから夏だぞこれからみんな働けよう。っていう感じでね。まあ、働けようって厳しい言い方ですけども、そういうことですね。で結論、まあ、このアウスカー興奮に関しての結論ですけども、まあ、176という数字。私も、まあ、だいたいそんなものかなというふうに計算し直してみました。で、2倍しますと、352となるわけですね。 で、まあ、これは退院歴の354、純粋退院歴の354に近くなってくるわけです。純粋退院歴は354ですからね。これで計算しますと、えー、352となって、まあ、エラーが2日ほど出ますけどもね。それは、あの、先ほど言いましたように、埴輪そのもののね、数が不正確ですから、こうした数字になってきますから、まあ、まあ、ほぼ、純粋、2倍しますと、純粋退院歴の、まあ、2数と同じになる。そして、太陽歴と調整するために、先ほどの岩出しで見つかった、あー はニワ、まあ、での天文観測装置を置いたと。私はそう考えています。その理由の一つがですね、ラオスで見つかった、まあ、ジャール平原にあるこの、まあ、奇妙な、まあ、やはり壺型。 岩ですよね。これはあの、岩をくり抜いてね、現地では、酒を入れとくお ok いわゆるその入れ物としてね、使ったというふうに言われています。まあ、酒なんか入れるためにこんなことしませんしね。雨が入りますね。ということもいろいろ考えてしまうわけですけどもね。酒だって腐りますからね。洗うときはどうするんだとかもいろんなもので出てきますから、まあ、酒の樽という考えは無理がありますね。この並び方というのは今日のコンセプトと青塚古墳のコンセプトが大変よく似てるということですね。で、この、どうして、まあ、ああの、 ジャル平原が、いわゆる、ま、ロックカレンダーであったかという理由はですね、続くビデオの中で証明します。証拠を添えて証明しますので、私のナスカ理論を使えば簡単に証明できますからね。それは、あの、皆さんにお見せすることにします。で、まあ、あの、 まあこのようにね、皆さん集まってくださって、私を案内してくださいました。どうもありがとうございました。それで、岩田の、いわゆる簡易天文観測装置に話を戻します。まあこれが何であるかということは、現時点では誰も知りません。私以外はね、これは天文観測装置です。それについてのビデオも、この後に繋げておきますから、ぜひご覧になってください。で、これがですね、鴨の橋のような、まあ、 様子になってるわけですね。そして中央には線が描かれている。そしてあの星も描かれているんですね。北東、四政の北東、まあ、コンバザが描かれています。そしてまあこうした模様も描かれているということですね。そしてまあ、ちょっと見えますかね。あの円形部がキャンプ地聖地に彫り込んでありますね。この丸の部分で小さい丸です。これはまあ星を表して、そしてこの日本の線がですね、正確に北極線の方向を向いているということですね。これをまあ、私はですね、あの、前方後円風の、まあ、 どこかの中心部においてね。そしてこれで対応力を計算していたというふうに、まあ私はあの考えています。まあこれはこれがですね、手も観測装置であることは間違いありませんね。で、この、ちょうど高さがですね、あの、カモナシの が、やや上向いてるってことからね、北極線の位置と一致するわけです。そして下にね、あの、台座にはめ込むように、まあ、小さな台が作ってありますね。これを円筒埴輪にはめ込めば、ちょうど、まあ、なってますか、浅間、まあ、縄文ミュージアムで展示されていた、ああ、友型埴輪と同じ方式になるわけですね。で、ただメモリ、なメモリなどはね、あのー、復元されていて、まあ、 この、このように消えてますからね。あ、先立ってどうなったかメモリーを数えたから、自分の説として発表していいかという許可を求めてきましたけども、答えは NO ですね。それはもう引用のレベルを超えて、東洋の範囲に入りますからね。いわゆるまあ、はい。まあ、要するにこれがですね、この円筒部がですね、なだらかになっているのは、ここで光を受け止めるですね。溜めるですね。いわゆるその、 日の出日,日没の太陽の光を受け止めて、そして太陽の行動。いわゆる、ま、持っていますと、えー、北極星の方向を正確に知るためですね。で、この、ここに書かれている模様がですね、あのー、パレン家の、まあ、石管、王の石,石管に書かれている文字のコンセプトと似てるんですね。まあ、似てるっていうレベルの話で、まあ、違うと言わればそれまでなんですけどね、これも気になりました。どうしてこのとこ、こんなところにね、こうした模様が、まあ、やや、まあ、ま、あすかしぼり的な雰囲気で、あの、書かれているかってことですよね。 で、まあ、こういうふうに、まあ、描かれているということです。で、これが模様が、まあ、いわゆる、マヤのね、あのー、絵文字と雰囲気が似ているということですよね。で、話を、あの、友型、天文観測装置に戻します。これが岩田市で、まあ、浜淳の隣のね、岩田市で見つかった、友型、ああ、ということになっています。 大き、結構大きいですからね。簡単に人間が持ち運べるような大きさではありませんよ。あの、いわゆるセラミックですからね。もっと言えば岩と同じように考えていいわけですよね。で、これが、こういうものが見つかってる。まあ、これがですね、まあ、前方後円風とペアになって、で、そして前方後円風の方で、まあ、純粋対応的であるんですよ。対応的であるんですよ。ですよ。あの日、日数を知って、そしてこれがですね、まあ、こうした埴輪でですね、えー、た、あの、いわゆる、まあ、北極線の位置、そして一年の、まあ、ま、あ 当時、下しを知って微調整をしたと。まあそういうふうに私は考えます。そしてこういう、こういうことから、前方後円墳がですね、えー、カレンダーであったという説を今日皆さんに披露します。で、これが、まあ、あの、謎の物体ってこと言われてましたけどもね。まあ、友という言い方がおかしいんです。友というのはですね、夢を見るときに、まあ、 腕にはめる輪のことですよね。で、もう一とこれどういうふうにして使ったかということを簡単に説明していきますと、この埴輪をですね、北極星に向けます。そして背中には、あの、北斗星のね、あのー、 星が刻まれています。これは北ですね。まあ北です。そして右の方が東、そして左の方が西ということになります。そしてその太陽が昇ってくるときにですね、太陽光線を受け止めることによって、まあその影がね、あの、ちょっとなだらかな型のところにできてきますから、それをメモリで受け止めて、そしてまあ方向を知り、まあしたわけですね。そして、この位置がですね、あの、 続くビデオの中で証明しますけども、この太北極線の位置と、そしてその、いわゆる、まあ、ま、友型、ハニワの、まあ、角度がですね、ちょうど太陽の位置、高度と一致すると、まあ、北極線の時あ、その時の北極線の高度と一致するということもあ、計算上で証明しました。ぜひご覧になってください。 ま、これがですね、え、友方、え、埴輪ということになります。で、これ、これと同じものでものがですね、朝間縄文ミュージアムで展示されていたんですね。で、私たちはもう一度確認するために。 一昨日行ってみたんですけどもね、日曜日だったんですけども、あの、残念ながら、そ、これはですね、写真を見せましたらね、あ、これはね、あの、以前、あの、どこからか,から借りてきてね、そしてここで展示したもんですよってことを教えていただきました。まあ残念でしたけどもね。こうしてですね、まあこれは夕日、朝日のロボル方向の人が作る影をね、正確に知ることによって、まあなってますか、あの、メモリが下に書き込んでありますからね。で、それを見て、まああの,あの、こうたあの、いわゆるまあ今、 ののううちの位置だってこととといいここを知ったっことになります。そしてですね、これ今、まあ、私で計算してますと、北極星の位置がですね、えー、当時消しでは高さが違うわけですね。それで計算してみますと、ちょうどあの鴨、カモ、カモナルシの口になったようなところがですね、やや上を向いてると。まあ、これはあの、下の台座がなくなってますからね、あくまでも、まあ、この、このままの状態で、まあ、台座がきちんとね、水平に、ま、置かれているという、ま、前提で見ますとですね、ちょうどこうなってますか、あのー、 私の、と、下肢の高さと一致すると。そういうことですね。その時の北極線の高度と一致するということですね。 で、これはですね、その線に、これはあの、何回も作り出した後にあの発表したものですけども、もう一度簡単に説明しますと、ここが重要なんですね。というのは、これと、こうした事実があるということと、前方後円墳があるという事実とですね、いわゆる前方後円墳がただ単なる墓だという説の間にはですね、大きなギャップがあるわけですも。もっと言えばですね、まあこれは非常に天文観測装置で精緻なものです。そしてそうした埴輪がですね、 まあ前方公園風の近くで見つかっているわけですよね。そしてそのコンセプトがね、非常に高度な天文観測装置であるという事実と、そして一方ですね、前方公園風がただの墓と、墓であるというまあコンセプトの間はですね、知的なレベルにおいてですね、大きな差がありすぎるということなんです。まあそう,いうそういう意味でアンバランスだということになるわけですね。で、左下が岩田氏です。そして、まあ、これあのー、 この作詞ってうと書いてありますけど、行ってね、現地の人にちょっとビデオを見せましたら、ここは作詞ではありませんって言われてまた、ね、ニョタマチですなんてね、若い女性の受付の方に叱られましたけど、ね、ごめんなさいね。あの、そう、そういったところは割といい加減なもんですからね。まあ、どうで、も、まあ、はっきり言えばどうでもいいことですけどもね。これがあの、左側ですね、浅間縄文ミュージアムに、まあ、展示されていた友型、萩は、やっぱり台の上に乗ってますね。ですから、ここでまあ、これを確かめたからくっついてるものなのか、あるいはもきちんとこう、据え付けたものなのか確かめたかったんですけど、まあ、それは今回はできませんで で、こう、こうして比べてみますと、まあ、要するに、右のですね、友型埴輪というものが、装飾や、まあ、て言いますかね、そういった軽い目的のために作ったものではないということはこれでわかるわけですね。だぜかというと、同じものがあるわけですから。まあ、要するに、このスタンドに置いて使われていたということですね。これでもビビビッと来たわけです。そして、このスタンド側によく見てくださいよ。下が太くて上が細いでしょ。これが本来の埴輪の置き方なんですよ、皆さん。日本ではどこ行ってもこれ全部逆さまに置いてあるんですよね。奇妙なことですね。 かえってその方が座りが悪いと思うんですけどもね。まあ要するに、これがその日本の埴輪がですね、特に、まあなんて言いますか、あ,あの、遠藤埴輪がですね、みんな逆さまに置いてあるんですね、展示してあるとき。ですから、陳列館の皆さん、この私のビデオ見られましたら、どうか逆さまに置き直してくださいよ。ね古代人に対する侮辱ですよ。要するに、これが、あの、 いわゆるまあ、友型、埴輪だってことで、台に置いて据え付けられて、そして、これと下のものと同じものが、あいわゆるまあ、これからお見せしますけども、こういうふうに並べられていたということが、まあ、わかってるわけで。例えば、これはあの、このトークンとしてね、これはあの、土偶ですけどもね、たまたま、縄文ミュージアムにありましたのをこうして拝借しました。これはあの、全然時代がありませんからね。これはあの、縄文土,土器ですからね。 こうして毎日、一日動かすことによって、今日はね、えー、何月何日だぞ、今日は何月何日だぞ、今日は何月何日だぞ、というふうに置いてったわけです。これ、これをですね、仮に十八9個目か8個目に置けばですよ、もうそのまま純粋単位力の付け代わりに使えるわけですね。そして、先ほど言いましたように、えー、いわゆるまあ、当時から、週、週無、それから月子、そしたら、春分ね、それ月子から、週分というふうに、春分というふうにね、置き換えれば、あの、 季節もわかるわけですね。古代人にとって季節を知るってことはもう本当に命なんですね。おーい、春だぞー田植えだぞーみんな出てこいよーそして秋になると、おー秋だぞーみんな秋だぞー収穫祭でやるぞー集まれよー と言っっっててね村人たたちが集まってこの周囲で祝ったそれれは考えられますねそして、先ほどの友方ハニワはですね、北極星を向いていたということです。そして、これによって太陽歴を知り、そしてその季節を、時年の移り変わりをですね、正確に知ったということです。こうしてペアになって、ウェアルマ友方ハニワと前方後円墳がペアで機能した。なあち、前方後円墳は、 カレンダーなんですよ、皆さん。墓なんかじゃない。こんな墓なんか作るためにこんな無駄な大きなもの作りはしない。また作っても意味がないでしょうが。どうしてそんな簡単なことがわからんのですかと私は、ま、少し興奮しました。しかし、ま、皆さんもう一度考え直してください。ねえ。これが墓なのか、それとも、私たち古代人、日本の古代人の天文観測所なのか、もう少し冷静に見てくださいよ。 そして、そしてですね、そんなものが日本にあるはずがないんだ。日本人に天文観測所があったはずがないんだと言って、主張している先生方、工学の先生方、あなた方は日本人を馬鹿にしてるんですよ。そうに気合せなさいかげいいにも。ということが私の意見です。まあ、このようにですね、まあ、その上に置いたものは何かわかりませんけども、ちょうど大きさがあるんですね。これまた前に,前に。だからね、この埴輪を置いて、あ今日はね、10月6日だよ。 明日は10月7日だよ。2015年、林博士がね、前方公演分カレンダー説を唱えたのが2015年10月6日だよ。と言って、埴輪が喜んでいます。おいさささ、おいさささってのは手ねえまあ、楽しいですね。そうに考えた方が。皆さん、墓だと考えますかこれを。どうですかどうして分かっていただけないんですかなんてね、この埴輪の私と一緒に叫んでいます。ちょっと興奮しましたね。えー ま、これぐらい強く言わないとね、皆さんの印象に残らないと思いますからね。もともかく皆さんの意識を逆さまにしてください。どこ行ってもこのように、全、いわゆる円筒埴輪が飾られています。そうじゃない逆なんです先ほどのね、縄文ミュージアムにあった、あの、いわゆる友形埴輪の台座を見てください。このように置いてあったでしょすなわち、これが本来の据え付け方なんですよ。ということで、今日は、前方後円墳 カレンダー説を皆さんに説明しました。いかがですか皆さんはどのように判断なさいますかもし私の意見に賛成の方は、まあ、このビデオの高評価の方に1票入れてください。それで皆さんの反応がわかります。まあ、まあ、この3つのね、この後ビデオを繋げておきます。日本の歴史を変えるには、まあ、それくらいの時間がかかりますので、どうかご覧になってください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Stonehenge, UK. As has been told in the history, Stonehenge has been subjected to many theories about its origin, ranging from the academic words of archaeology to explanation from mythology and the paranormal. Here is a new theory discovered by Hiroshi Hayashi, Japan. Stonehenge, As a calendar. ストーンヘンジにはオーブレイホールと呼ばれる穴が隠されていました。そのオーブレイホールは純粋に義的を表していました。その数を数えてみればそれがわかります。内側から29個、30個、そして一番外側が56個になっています。 29と30を繰り返し6回、つまり12回、つまり12ヶ月分を合計してみてください。その数は正確に354になります。つまり 29.5×12 イコール354ですね。純粋単位的でいう1年の日数と正確に一致します。 普通、純粋退院歴ではですね、1年を12ヶ月とします。そして、1ヶ月を29.5日として計算します。まあ、これで計算しますと、1年は354日となるわけです。まあ、それに対して、ストーンヘンジの方ではですね、29日と30日を交互に繰り返すことによって、そして1年を354日としているわけです。まあ、純粋退院歴でも、ストーンヘンジの方でもですね、この方式によりますと、3年でちょうど1ヶ月分のエラーが出ます。そこで、純粋 大変力でもストーンヘンジでも、3年ごとにですね、1年を13ヶ月、1ヶ月さして13ヶ月として耐える力と合わせて調整しています。で、問題はですね、今ここでお見せしますように、最後に残った56という数字の謎です。なぜ、ここの…まあ ストーンヘンジもですね、えー、エエヴベリー、あるいはフランスのカルナックと同じようにですね、マーキングストーンを置いて、そしてカレンダーとして使っていたということになります。エヴベリーでもフランスのカルナックでも、斧と呼ばれているマーキングストーンが見つかっています。で、この一番外周部の、この、いわゆるその、オーブレイホールの数がですね、56個あります。で、この56の、という数字の意味は何かということですけども、いろいろな方から、まあ、いろいろな情報をいただきました。が、今日は、林宗の、まあ、 アイデアを、セオリーを皆さんに紹介します。この56は何かということですね。で、これについては、えー、今日はじっくりと説明してみたいと思いますので、えー、どうかご覧ください。 もう一度繰り返しになりますけども、えー、ストーンヘンジの方ではですね、29日、30日、29日、30日、これを繰り返すわけです。えー、ジャネルが29日、フェブラリーが30日、マーチが29日、そしてエイプリンが30というふうに繰り返していくわけです。あるいはこれ30、20、逆だったかもしれませんね。4月が現在でも28日が基本になっていますから、ともかくも354という数字が出てきます。こうして1年を繰り返すわけですね。まあ、つまり、純粋退院歴である。 という基本に、が、ここから生まれてくるわけです。そうしますと、56という数字は何かということになるわけです。でもう一つの、まあ、正確な、エイブベリーの、いわゆる、オーブレイホールという、まあ、言われている穴をご覧ください。このようにですね、中心から青が来て、ずっとここでグリーンにちょっと、あの、跳ねてますね。ここが絶妙なんですね。まあ、つまり、29から30に、日にここで移りますよということを示しているわけです。で、問題はですね、この56は何かということなんです。 まあこれがずっと謎だったんですね。で、私も、まあというか私考えた方式を、ティオリーを皆さんに今日はお伝えします。56とは何かですね。これをまあ分解してみれば分かるわけです。56という数字です。ここからはもしできればね、電卓などを用意してご覧いただくと分かりやすいと思います。56という数はですね、12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月、プラス19という数字が残るわけです。12、12、13。 これはエイブベリーと同じ方式です。そして月の見かけ上の1ヶ月は29.530589ですね。これはまあ、単位力の まあ1、1、1 1ヶ月の長さで、日数ということになります。それが12倍しますと35、354.367068いうことになりま、なりますね。ここでエラーが生じてくるわけです。1年の長さは、えー、今これからお見せしますけども、実際の長さは365.24210なんですね。で、それを、から今のエラーを引きますと、ちょうど1年ごとに1 0 8 7 5 1 2 2日のエラーが出てきます。 なあち3年ごとにでちょうど1ヶ月分のエラーが出てくるということですね。で、それで計算しますと32.625368というエラーが出てくるわけです。そこで、えー、この32.625366を調整するために1ヶ月足して29.530589を引きますね。まあ、それでもエラーが出てくるんですね。まあ、約これでざっと計算しても3日前後のエラーが出てくるわけです。なあち3年ごとにですね、1ヶ月足してもエラーが出てくるわけですね。この 3, 3, 日3日という数字をどうするかですけども、そこでですね、3日というものを積み重ねて ちょうどですね、9.5回目って言いますかね、いわゆる3年ごとに調整して、さらにそれを9.5回繰り返しますとあ、ちょうど1ヶ月分のエラーが出てくるわけですね。ところに、9.5という数字は非常に分かりにくいですね、まあ。f ベリーの方ではちゃんと27という数字を の数の石を置いてますけどもね。まあ、あ置き、わかりにくいもんですから9.5を2倍して19回目ということになるわけですね。いわゆる3年ごとに調整するんだけど、さらにそれを19回繰り返しますと、ちょうど2ヶ月分のエラーが出てくるということになるわけです。まあ、あの、ここでま、年としたらこれ見せて間違いですから、会議置き換えてください。つまり1 9る3年ごとに2ヶ月を加えて調整すると。その19という数字が、ここに、まあ、あの、 表現されているということになります。それがストーンヘイジのカレンダーとしての役目ということになるわけですね。で、まあ、ああの、まあ、3日、3年ごとに3日のエラーが出るんですけどもね、それがま、あ9.5日で、ま、あ9.5回繰り返しますね。ごめんなさい。9.5回繰り返しますと、そうちょうど、まあま1ヶ月分出るんだけども、9.5回というのは分かりにくいものですから、それを2倍して19にして、ま、あ19回ごとにですね、わかりやすければ3ヶ月19、 ということになるわけですけども、年ごとに、ま、それを調整して、まあ、あの、2ヶ月を足すという方式を、ま、取っていたということになります。これが、ま、林浦市の、ま、ストーンヘンジの、ま、テロリーということになります。まあ、ずっと見ていただきますと、1ヶ月は29、それから30、ということを繰り返すわけですね。そして、ま、1ヶ月出にくる。これ逆かもしれませんね。先ほど言いましたよね。あの、なぜかと言いますと、あの、2月がですね、今、28年になってますから、これに全体に1日を足して調整したのが、現在私たちが使っているカレンダーということになります。まあ、ともかくこれ、あの、 いわゆる、まあ、退院できてですね。で、この56歳何かと言いますと、今言いましたように、12たす12たす13たす、ま、19という数字がここから生まれてくるわけです。で、1二ヶ月、十2一ヶ月はですね、19日、30を繰り返して、3年ごとに調整して、さらに、それがですね、19年ごとに、19年、十九回ごとですね、3ヶ月19年ごとになりますけども、で、調整していくということになります。これがストームヘンジのカレンダーとしての、まあ、使い方ということになります。 いわゆるの、えー、オーブレイホールのね、あのつ、つが、まあ、発見されたことによって、ストーンヘンジの、謎が解けました。それを今日は皆さんにお伝えしました、えー。続くビデオもどうかご覧ください。なお、内容的に矛盾するときにはですね、今まで伸びてきたことを優先してください。バイ !Hello, this is r a n s k e and Hiroshihaya Shi Japan. Stonehenge UK was a calendar, I say, and Ranskesan, san a friend of mine, has discovered a new evidence which backs up or support my theory. I'm very pleased to show you the evidence as well as my theory in this video clip for which I thank Ranskesan san very much. Stonehenge was calendarでした. So, you'll裏付ける証拠が ランスケンさんより届きました。それを皆さんに紹介します。これが現在私たちが使っているカレンダーですね。考えてみればおかしなことなんですね。31日ある月もあれば30日ある月もあります。そして2月は28日になったり29日になったりしますね。なぜこんな風にバラバラなのでしょうか で、ストーンヘンジーの時代にはどんな風であったか、それを考えてみたいと思います。まあ、ストーンヘンジーの時代にはですね、今のようなカレンダーでなかったと思われます。29日、30日、29日、30日というように、まあ、交互に29日の月と30日の月があったものと思われます。まあ、純粋単位的に基づくものですね。 そして59、59×6、すなわち354日。これがまあ純粋単位歴の1年の日数ですが、3年ごとに調整する必要が出てきます。すなわち3年ごとに13ヶ月になるわけです。で、検証しています。ランスケさんがこんな資料を届けてくださいました。まあ、前回調べた時にはですね、この一番中心部に近い 穴の数が28なのか29なのかはっきりしませんでしたけども、今回ランスケさんが届けてくださった資料によれば、はっきりと29個であることがわかります。皆さんご自身で確認してください。これがあの、残っていたストーンヘンジの見取り図なんですね。で、中心に29個あります。 間違いありませんね。29の穴です。そして2番目の列には30個の穴があります。29と30。これで謎が解けました。合わせて59個になります。が、それだけではないんですね、皆さん。この穴の、まあ、配置って言いますかね、に注意してください。 もう一度見てみますと、ここなんですね。これが正確な配置図ですけども、29。第1番目の列がですね。そして次の列が30となっているわけです。で、ここの赤い枠で囲ったところを見てください。ここが斜めになっていますね。で、ずっと線で繋いでますと、螺旋状に29が30につながっているのがわかります。 ここなんですね。なわち、29,30,29,30 29と続くことを意味しているわけです。で、結論は簡単なんですね。このストーンヘンジはですね、古代においてカレンダーとして使用されていました。エイブベリー、フランスのカルナックと同じようにです。 で、冒頭の話に戻りますが、なぜ私たちが現在使っているカレンダーがですね、30日ある月と31日ある月があるかということです。それについては私はこう考えています。左がスタンヘンジの時代のカレンダーです。が、このカレンダー、すな,なわち純粋単位歴のカレンダーによればですね、毎年11日のズレが生じていきます。そこでこの11日を2月を除く 各月に分配します。そして、現在のカレンダーの原型ができたものと思われます。まあ、ただ、数字がやや違いますのは、その後ですね、いろいろなまあ操作がなされたからだと考えています。ともかくも、このように考えますと、なぜ現在、私たちが使っているカレンダーがですね、2 30日と30日あるかということが説明できると思います。Thank you very much for your watching. そして、ランスケさん、どうもありがとうございました。これで、さらに、ストーンヘンジの、まあ、カレンダー説を裏付けると同時に、謎を解くことができました。バイ !Hello, this is ランスケ and 広ロ林ハヤシ Japan.Stonehenge was a calendar.It's proof and evidence.I say it here again that Stonehenge was a calendar for ancient people. It is my pleasure that I can talk about the mystery of Stonehenge and my ideas together with Ranske-san's ideas that Stonehenge must have been a calendar for ancient people. According to the article attached to the bulletin board of my website, the old Stonehenge was destroyed by the owner of the property at least before World War II and reconstructed after the war in 1952. So, the stonehenge we see now is the one which was reconstructed after the war in 1952. In Japanese, 蘭介さんがこんな資料を届けてくださいました。それによりますとですね,古い 破壊されていたというのです。で、その前にですね、まあ、その当時の記録を残した人がいました。それがジョン・オーブリーって方なんですね。で、その方が古い記録を残しておいてくださったおかげでですね、今日改めてストーンヘンジの検証をすることができるようになりました。この方がジョン・オーブリーです。で、その前に簡単にウィキペディアの日本語版を見ておきたいと思います。 これがその当時の多分、ジョン・オーブリーという人が書いた、まあ、スケッチだと思います。で、ウィキペディアの方はですね、例によって例のごとく、祭りという説なんですね。いわゆる、まあ、聖なる場所であるとか。そして、まあ、いわゆるそれぞれの季節の変わり目の時にですね、まあ、そこで祭りをしたと。そういう説はあります。しかし、カレンダー説はどこにもありません。それを皆さん、しっかりと確認しておいていただきたいと思います。 死者に敬意を払い、一直線に並ぶ不当時の日没を拝んだと考えられていると。まあそういうことなんですね。で、検証してみますと、大変興味深いことがわかります。このストーンヘイジの周りには穴が掘られていました。これをオーブリーホールと言います。で、それを数えてみました。まず、まあ中心部から見て2列目の穴ですけども、ここには30個の穴があります。30です。で、一番内側の1列目には、 28個の穴があります。28です。そして一番外側の円の中には56個の穴があります。で、内側から数えてみますと、28、30、56となるわけですね。で、この穴が何を意味するかということなんです。で、いろいろ考えてみたんですけども、 数が合わないんですね。で、私はこうして調べている過程の中でですね、一つの奇妙な事実に気がつきました。それは、一つ穴が欠けているということなんですね。missing hole です。この中心に一番近い一列,列目の穴を見てください。ここの部分です。ぐるっと、まあなってますか、均等に穴が掘られているんですけども、ちょうどここの部分に 穴がありませんね。で、こうしたことは、前、エブベリーで喋っていた時もありましたので、私は、ここに穴があったはずだと考えました。ここに穴があったはずだと。となると、一番内側の穴の数は28ではなくて29なんです。このエブベリーの、まあ、石ですね、岩ですね、についても同じことが気がつきました。 通りの入り口って言いますか、入り口のエントランスには2個ずつ大きな岩が並べられているんですけども、向かって左側のこのエントランスには1個しか岩が並べられていません。道の両側にですね、あの、2個他のところにあるんですけど、ここには1個しかないんですね。ここです。向かってって、向かって下の方には1つありますけども、道の上側に1つありませんね。他の エントランスには2個ずつあるんですけど、ここには1個しかない。ってことで、ここには1個岩があったはずだと考えて、1を足しました。すると、エイブベリーの謎は解けました。同じように、ストーンヘンジもここに1個、もう1個穴があったはずだと考えました。そして、28を29にしましたら、謎が解けました。まあ、ここに、まあ、この、まあ私の説のですね、まあ一つの弱点があるといえば弱点ということになるわけですけども、 30,28,56という数字を変えて30、30,29,56としました。すなわち、ここにミッシングホールが一つあると。で、それを28に1を変えて、29としました。そうしますと、もう、スルッと、スルッとと言いますかね、謎が解けたわけであります。で、29,30。29,30。29,30。 2930。29たす30。29たす 30, 30というふうに6回繰り返しますと、これが354になります。いわゆる退院歴の1年の日数ということになります。退院歴ですね。で、あとは3年ごとに1ヶ月足せばいいわけです。 上は単位歴の正確な数字です。3541+, 0.36707七なるで、その数になるということです。と同時に、今度はもう一つ、一番外側の丸ですね。この56は何を意味するかですけども、ランスケさんが56あるには28、28×13 は364いうことを教えてくださいました。この数字には、 身を覚えがありますね。28×13。28×13 28。すなわち4、4×7×13 なんです。これは何を意味するかですね。実は、これはですね、トランプなんです。トランプはカレンダーであった。ということを以前説明しましたけども、 4列、4組、13枚ずつ。そして、1枚のカードを、カードをですね、7回数えながら進みますと、364になります。それに、ジョーカーの位置を足して、365。このようにして、まあ、古代の人は、曜日、日、月、そして季節を知ることができました。同じコンセプトで作られたのが、チェチェン・イッツァです。側面の壁、階段は91段ずつあります。それを4倍質364。それに、 最上部の一段を指すと365。このように階段を一段ずつ動きながら、えー、日にち月、季節を知ったわけであります。で、同じように今度はストーンヘンジなんですね。このストーンヘンジを見てみますと、先ほど言いましたように、中心から2列目まではこれは単位歴。そして56というのはカレンダトランプカードと同じ対応歴を表すものだということです。 29, 30, そして56なんですね。こうして、まあ、多分、何らかの形で、毎日、一つ、一コマずつって言いますかね。一つずつ移動しながら、日にち、月、そして季節を知ったということです。そして、354というのは、大変歴であり、56は、太陽歴を表している。すなわち、ストーンヘンジは、 単位歴と対応歴の両方を示しているということですね。もうカレン、このカードの使い方、カードを、まあ、カレンダーとしての使い方はこの後にビデオをくっつけておきますから、どうぞそちらの方をご覧になってください。そして、もう一度最初の話に戻りますが、ストーンヘンジです。そして、まあトランプカードですね。そして、チェチェンイツサの ピラミッドです。エイブベリーです。カーナク、フランスですね。そして、ラオスの、まあ、遺跡ですね。そしてみんな、タロットです。最後に、銅卓です。これらはみんな、カレンダーだったということですね。古代の人々にとって、月、季節、日を知ることはとても、 重要なことであったわけです。ということで、まあ、今日は、エブ、ストーンヘンジのカレンダー説について説明しました。では、続くビデオをどうかお楽しみください。Thank you very much for watching and see you again next time. b y e なおカード、トランプカードについてのビデオは19分18秒から始まります。Bye for now! Hello, this is Naka in Vietnam and Hiroshima, s h i Japan. The answer to the mystery of j a r s Plain, Laos, rock calendars. ベトナム在住の Naka さんから久しぶりに情報が届きました。Naka、えー、さんがラオスでこんな列席を見られたそうです。で、これは何かということなんですね。 Nakasano Medwo Yomimas. It says uh, hello Hiroshi and uh uh I we've been to Laos uh, National uh, Museum and something something and he saw uh, sort of a very strange rock alignment and jaw planes and uh, Laos and uh, there are about five hundred uh, rocks like this and uh, each got a hole and uh, they say it it they were used for sort of a s、uh, o、so, uh, you know, for, kind of tanks for,、uh, wines and liquors. And,、uh, これが、まあ、中さんが見られました。あの、strange, 奇妙な岩なんですねで。穴が開いてて、中には水が溜まってたと。えー、現地では酒を溜めておくための、まあ、入れ物として使われてたというふうに説明されているそうです。で、じゃあ、ラオスのジャール平原はどこにあるか。まあ、 ちょっと見てみます。えー、ラオスですね。これがジャールプレインですね。ラオスです。ジャールです。で、確かに平原でなってて、この中心部あたりにそれがあるようですね。写真がこのあたりに集中しています。で、写真を拾ってみますと、これがラオスのジャール平原の列席です。 で、この列席を見て最初に思い出すのがフランスのカーナック列席ですね。カーナックにあります列席です。それをちょっと比較してみますが、これがカーナックです。まあ前にも精査してこれはカレンダーだという結論を出してますけども、もう一度簡単にここで皆さんにお見せしておきます。これがカーナックの列席です。なぜこれがカレンダーかというのは確たる証拠があるからです。 で、まあ、カーナックにもこのような石が並んでいるということなんですね。で、カーナックと並べて考えなくてはいけないのが UK のエイブベリーです。エイブベリーはこの後これがカレンダーであることを数学的に証明いたしますので動画をご覧ください。これがエイブベリーの列石ですね。やっぱり大きな岩がこういう風うに並べられているわけです。で、これは何かということですけども断言します。カレンダーです。 で、その復元図がですね、いろいろな学者によって出されていまして、まあ、二人の学者によってですね、あの、復元図が、あの、出されています。これがその復元図ですね。書かれています。これがその復元図です。で、ゾーン A、ゾーン B、ゾーン C、ゾーン D と分かれていくわけですね。これがゾーン C。で、ここにね、29の石があります。29の石があります。 で、真ん中にちょんとあるのが月ですね。この図で、1年はですね、見かけの日数は、公転収益は29.53日。覚えててくださいね。29.53日。で、それ、そうしますとね、1年と、こう、ずれが生じてくるんですね。あの、ちょうど、なんて言いますか。 3年ごとに1ヶ月分のズレが出てきます。ここを見てください。3年分に32日の余分が出てくるわけですね。そこで、えー、純粋対比的では 3, 3年ごとに1年を13ヶ月としたわけです。そして調整していきます。そうすると今度はまあ引きすぎるわけですね。そして27年目になりますとちょうど28.42日余分に出るわけです。そこで27年ごとに13ヶ月にするところを12ヶ月にするわけです。a v e l ーはこの方式に従ってますね。これが a v e の記号。 本系ですそして 4, 4つのゾーンに分けまして、えー、そして、まあ、2つの輪があると。で、この数字に注目していただいたんですけども、えー、12、12、13、12、12、13に一番外枠がそういうふうに分かります。そして右下が29.5日。 ちょうど0.5のところに死が置いてありますけども、そして27年目ごとに、またあの13ヶ月を1ヶ月、減らして12ヶ月にするという意味です。12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月、12ヶ月、12ヶ月、13ヶ月。これは純粋退院歴の数値と一致します。詳しくは続くビデオをご覧ください。そして27年目ごとに、13ヶ月を12ヶ月に調整するわけですね。で、もちろん29.5、29日というのは、あの、 いわゆる1ヶ月の日数です。そこでこう飛行した斧が見つかってるんです。斧、斧、斧ですよ、皆さん。そしてこの斧ですけども、これは斧じゃありませんね。これはあのエブベリで見つかっている斧、斧、斧ですけども、斧ではありませんね。このマーキングストーンを毎日動かすことによって、そしてカレンダーとして機能させたわけです。 誰かね、毎日朝、朝かいつかすいませんけども、その石の側にこうして置くわけですね。まあ、こんな大きなもんじゃありませんでしたけども、まあ、ちょっと見やすく大きくしましたけども、こうして毎日移動していくわけです。そして29回、あの、のところ一周したら、あの、というふうに、まあ、1ヶ月進んでいくわけですね。こうして、標準字をこうして設定したわけです。で、これが、斧ではない。これがマーキングストーンだっていうことが、これでお分かりいただいたと思います。もちろん、これも、林博施設です。 えー、では、カーナックはどうかということなんですね。じゃあなぜ私がカーナックがカレンダーであるかという、まあ、結論を出したかというこれから証拠をお見せします。ただカーナックはですね、岩がですね、かなり崩れています。この本の中にこんな奇妙な記述があります。カーナックでも同じマーキングストーンが見つかっているんです。一番下にあるのがそれです。えー、これがカーナックで見つかっている、まあ、石ですね。あの、エヴィリーと同じようなコンセプトで作られた石です。 まああの、この石がですね、なんて書いてあるかというと、斧、斧、斧と書いてあります。斧なんかじゃありませんね。もう皆さんお分かりですね。お祭り用に、for festival のために使われた、あー斧だと。まあね、何でもお祭りにしたがるんですね。古今東西、世界の学者の脳みそはみんな同じですね。これはあの、マーキングストーンです。じゃあ、 この斧をどのように使ったか。まあ、斧じゃない、マーキングストーンをどのように使ったか。今、先ほどと同じように、えー、置いてみます。今日はここだ。ね、えー。12月、今日は21日、22日になりました。23日になりました。24日になりました。というふうに毎日こう、石を移動させることによって、カレンダーとして機能させたわけです。なあち、これらのマーキングストーンが、エイブベリーとカーナックをつなぐ接点だということになります。上がエイブベリー、下がカーナックです。 えー、こ,こういうことを発表しましたら、エイブベリーの学者から大変辛辣なメールが届きました。まあいいです。それでこうして、あの、まあ、このストマーキングストーンを置いて、そしてヒンチをしたわけですね。えー、じゃあ,あ、このことをナスカ理論によって証明してみましょう。エイブベリーからナスカに線を引きます。そうしますと滑走路がちゃんと見つかるんですね。この滑走路です。このあたりは、あの、えー いや、古い遺跡が集まってますし、重要な遺跡ですね。ライン。これがエーベリーから来た線です。もう一度やってみますから。注意深くご覧ください。右上から来て、そしてカソ路ルの端を通りますね。これが、あの、まあ、エーベリーから来た線です。次に今度は、ジャージャール、ジャール平原、高原平原からのラオスのね、ジャール平原から線を引きます。ただ、ほとんどもう2万キロに近いところですから、注意深く引いてください。これがジャール平原から引いてきた線です。 中部角、あの、ジャール平原の点をじあの上手に取ってくださいよ。中心に取ってください。そうしますと、ここへ行きます。皆さんご自身でご確認ください。いいですかここです。さあ、先ほどの、えー、エイブベリーからの線と両方、2本並べています。これがジャール平原の線。左側がエイブベリーからの線です。ここで重なりましたね。このようにナスカリ、ナスカ理論にした、ナスカではですね、それぞれ関連のある視点がこのように一点に交わるということが、 交わります。結論です、えー。これら3つはですね、これはエ v e r y UK。これはもう明らかにカレンダーです。その続くビデオの中でから、さらに詳しく説明します。上がカーナックです。えー、マーキングストーンでつながりました。2つとも、あの、カレンダーですね。マーキングストーン。そして、右下がラウスの、えー、ジャール平原です。これはナスカでつながりました。すなわち、これら3カ所は同じコンセプトで作られた、えー、ロックカレンダーであるということです。 このようにして使うわけですね。やはり毎日同じように、岩を移動させながら、まあ、移動の詳しくは、あの、どういうふうに並んでるか私はわかりませんので、また中さんにお尋ねしたい、聞きたいと思っています。中さん、これは大変なあの資料でしたね。こうして、アジア、東南アジアにもロックカレンダーがありました。もちろん日本にもありましたよ。あ、はあ、道卓がそれなんですね。まあ、それはいいですけども、こうして、あの、 古代の人たちは日、年と日を知ったわけです。続くビデオは、あの、アイブ・ビディの謎を解くものです。どうかご覧ください。Thank you very much for watching. And see you again next time. Bye!Hello. This is Seastar a r i o n and、uh, Hiroshihayashi Japan.House、uh, use calendar in ancient times. Cars for Calendar 古代の家庭用カレンダー。トランプはカレンダーであった。という大変驚くべき情報がシスターオリオンさんからもたらされました。これが皆さんご存知のトランプですけども、なぜ13枚あるのか。 なぜ4組あるのか皆さんはお考えになったことがあるでしょうかシーサー・オーリオンさんがですね、このトランプの謎について明快な答えを教えてくださいました。今日はそれを紹介します。後でもう一度詳しく 検証してみますがですね、シスターオリオンさんは、トランプはカレンダーであったと主張なさっていらっしゃいます。検証してみます。まず、13枚のカードがありますね。で、4組で、 52枚になりますね。それを7倍しますと、まあ 13×4×7 になります。すなわち、364になって、それにジョーカーを加えますと、365になります。そして縦に見ていきますと、 7、1週間ですね。7、7、7という数字が出てきます。まあ、このことは直接、これから説明することとは関係ありませんけども、まあ、縦に見てもですね、28×13、364、それに、ジョーカー1枚を加えますと、365になります。 検証してみます。シースターオリオンさんはこのように説明してくださいました。少しわかりにくいので図解してみます。まず7つのマスを作ります。この7つのマスは日月か水木金銅に該当します。そして スペードの1を毎日1枚ずつずらしていきます。そしていっぱいになったら次に今度はスペードの2を先頭に置きます。そして同じように1枚ずつ毎日ずらしていきます。こうして 次は3ということになりますね。3を同じようにずらしていきます。で、3、今度は4になりますね。同じように毎日ずらして5、6、7、というようにずらしていくわけです。そして、 まあ、キングになりましたら、今度は、まあ、この場合はですよ、えー、ダイヤのキングというふうに、最後にダイヤのキングになるわけですね。そうして、計算してみますと、7×13×4 の365と、 このようにして、まあ、それにジョーカーを加えて、最後にね、365、1年を知ることができた。できました。というわけですね。このカレンダーの優れているのは、それだけじゃありませんよ。まあ、こうして日、月、火、水、木、金、土と置いてみますと、毎日1枚ずつを移動させることによって、曜日がわかりました。が、それだけではないんですね。 カードを使うことによって、四つの季節を知ることができました。春、夏、秋、冬ですね。そして、それぞれの色をですね、この季節に当てはめてみます。これは、あの、どれが春でどれが夏かということは、これは、まあ、わかりません。 私は春夏は赤色ではなかったかなと思いますし、まあ、ともかくもそれは重要じゃないんですよね。そして、同じように置いてみます。13×4、364になるわけですね。かける ×7 でね。13×7、91日。同じように、夏も91日。秋も91日。 そして冬も91日となるんですけども、ちょうど色が変わるところで、冬時から春分。まあ、ここが冬時ですね。そして91日が終わると春分になり、次の91日が終わると夏至になり、次の91日が終わると春分になり、そして1年が終わります。そして元に戻るわけです。もうかりですね。これほどまでに、まあ、んて言いますか、正確に 季節を表す。ってことは、もうカードがだただ単なる遊び用の道具でなかったことはわかります。日にちがわかります。週がわかります。そして、まあ月齢とい言いますかね、月がわかります。そして年もわかり、さらに季節も正確にこのカードで知ることができます。 結論から申し上げます。私たちがトランプとして使っているカードは遊び用の道具ではありませんでした。このカードを使って、まあ家庭でですね、カレンダーとして使うことができました。すなおちこのカレンダーはもちろんエイリアンによって発明されました。理由は簡単なんです。人間が 対応歴を知る以前にですね、すでにこのカードはあったということです。